車内西鉄9000系電車は、西日本鉄道、西鉄天神大無田線用の通勤系電車。天神大無田線の主力車両である5000系の代替として製造された車両で、西鉄では3000系、以来11年ぶりの新形式車両である。制御装置に、シック素子を適用した VVVF インバータを採用したことに加え、全消灯、微灯、車内照明など、 すべての照明装置を LED 化した。これにより、消費電力量は5000型との比較で約半分に抑えられている。車体は3000型と同様のステンレス車体で、組み立てにはレーザー溶接を採用している。前頭部のみ、事故時の補修に備え、補修が容易な普通構成である。七千五十型と同様、両開き扉を片側三箇所に配置し、扉の間に、 大型窓2枚を配置している。側面窓は、西鉄発の UV カットガラスを採用しているが、従来車と同様にロールカーテンも設置されている。前頭部は7000系以降の従来車と同様に、貫通型で、前面窓が、両側とも側面まで回り込んだ、パノラミックウィンドウである。前小刀と尾刀は従来車と同様、前面創下の左右に配置されているが、本形式では、 全照灯と微灯が縦一列に並べられている。車体色は、無塗装ステンレス地とし、車体側面倉下と、側面上部には、ロイヤルレッドの帯を入れている。車体前面部もロイヤルレッドに塗装されている。行き先表示器は、前面、側面とも、従来の幕式に変わり、西鉄では、初となる、日、英、中、半4言語表示フルカラー LED 表示器が、 採用されている。台車は1999年以来の申請者に採用されている川崎重工業製空気バネ、ボルスタレス台車でユニットブレーキとし、滑走防止検知装置を設置して、増粘着剤噴射装置を廃止するなどの変更を行い、動力台車がキロワットマイナス 161C、付随台車がキロワットマイナス 162C となっている。3000型と、 同様、3両編成のオームタガー制御車は、電動車化が可能となるよう、電動機未装備の動力台車とされている。走行機器の誘導電動機、VVVF インバータ SIV は、東芝製で、VVVF インバータと SIV は、シック素子を採用したインバータとなった。また、3000型で実績のある、トリプルモードを、本形式では、全編成に搭載している。 3000型と同様、通常走行時の 1C2MVVVF 制御の、他、1C4MVVVF 制御、CVC 回制御の3つのモードを制御ユニットに持たせることによって、インバータ一軍故障時、または s i v 故個時においても切り替え健全な、インバータユニットを活用し、軌道加速度時速 2.5km、S を維持しての営業運転が可能となっている。パンタグラフは、 電動車に3000型と同型のシングルアーム式のものを2機設置している。冷房装置についても3000型と同様の集中式となっている。座席は全席ロングシートで1人当たりの座面幅は 470mm と5000型に比べ 20mm 拡大されている。そのため扉間の座席は9人掛けに、車端部の座席は4人掛けになった。 着座時の立ち上がりやすさを改善するため、座面の傾斜角は3度から6度に拡大されている。扉間座席の中間部のスタンションポールは7050型や5000系更新車では1本ずつであったが、本形式では2本ずつとなったほか、本形式では車端部の座席の中間部にもスタンションポールを設けている。このため、スタンションポールの数は、先頭車9本。 中間車11本となった。座席端部の袖仕切りは、事故時の安全性向上のため7000系、7050型に比べ大型化され、ガラス製となった。また、本形式では、車椅子、ベビーカー優先スペースが中間車も含め、全車両に1箇所ずつ設置されている。本形式では、床敷物が中央通路部に柄を入れた敷物となっている。この敷物の柄は、 水の流れをデザインしたもので着席時に足を前方に投げ出すことを防ぐ心理的な効果も狙っている。3000型と同様車両間の連結面の貫通路にも扉を設けている。これまでに私鉄では連結面に窓を設けていたが本形式では連結面の窓が廃止されたため閉塞感を出さないよう 連結面の貫通扉はガラス製となっている。出入り口の飛ぶクロブや足元には注意喚起のため黄色の線を入れているほか、扉上部には扉の開閉動作中に点滅する動作ランプを設置している。出入り工場のカモイブには各種案内や広告を表示する17インチ液晶ディスプレイを2つずつ設置しており、うち一つは広告用、もう一つは案内用となっている。 室内灯は常日の通り従来車の蛍光灯ではなく LED となっている。以下の各形式がある。編成ごとに車両番号の末尾2桁の数字は統一されている。編成は以下のようになっている。2016年度に3両編成2本2両編成2本の形重量が2017年度に3両編成2本2両編成1本の K8 両が導入された。2016年度の増備車は2017年3月18日に試乗会を行い、3月20日に9001回プラス9103回が、3月30日に9002回プラス 9104F が運用を開始した。2017年度の増備車は9105回が5月26日、9006回が5月27日、 9007回が5月31日に運転を開始した。現時点で9010回まで製造し、運用をすでに開始している。2021年、新たに9011回、9012回の製造が確認されている。急行、普通での運用が中心だが、ラッシュ時には特急にも使われる。ありがとうございます。